髪前髪作ったよ。はい、アッサラマレコン、こんにちは。凡人ムスリムのダルちゃんことダルイッシュナナです。よろしくお願いします。とりあえず今日は何を話したいかっていうと、実はですね、当選したんです。また11月にね、 GU のアプリから、GU のシークレットイベントの募集、なんか応募できますよっていうのがあったんですよ。当選すればそのイベントに参加できる。で、多分無理だろうけど参加したいなって思ったのね。で、イベントの日を見ると12月2日と12月3日、この2日間だったんですよ。で、私12月2日が誕生日じゃないですか。誕生日記入したら私もしかしたらプレゼントとして当たるんじゃないのかなって思って、多分違うんですけどでもそんな希望を抱いて、で応募したんです。そしたら当たったの。そう、当選したんですよ。行ってきたんです。はい。で、軽くね、そんなにたくさん撮ってなくて、シークレットイベントっていうから、あんま撮っちゃいけないのかなって思ったんですよ。というか、そういう案内もなかったし、後から、もしインスタとか載せるんだったら、ハッシュタグつけてねとか、メンションつけてねとか言われて、最初から知りたかったんだけど、とか思ったんだけど、あまり実は、撮ってないんですよ。でも、とにかく、少しは撮ったから、今からその内容を流します。どうぞ。の流れをまず冒頭でご説明させていただきます。まずですね、コマーシク春でいいですか。はい、春、今でも、今からそうですね、特にマスクとかつけ始めて、こういう色を目元に持ってくるとか、何かこう、もう冬から春にかけて何ですか。そうですね、ここにもあるんですけども、やっぱり夏からずっと続いている。この第一印象はヘアと眉に来るんですよね、その人の印象っていうのは。続いて、カイさんまで付き合っていただきたい。雨の中、本当にすごい、雨がね。爆笑してる。あったと思うんですけど、今秋冬で、カフェオレコーデみたいな、ブラウンと、きなりのベージュみたいな、ラテカラーとか、ラテカラーが流行ってると思うんですけど、ズバリ差し色でちょっと巻いたりとか、そういうのもすごい可愛いですけど、でも流行りカラーとしては今パープルがなんか着てるっていう感触系が。メンズいいね。エリアから、かわいい、オーラリーみたいな。キッズみたい。関係ないけど、アムロちゃんみたい。あ、GU ベイビーじゃん。いいね、いいね。あ、これかわいい、これ。GU ね、結構キッズかわいいんだよね。そうだね、赤ちゃん出たんだね、やっと。ってことは着れるね。確かに。すごいね、全然違うでしょ。これ照明なしだったかな。さっちゃん照明欲しがってんのよ。ちょっと地上的にあんまり明るいとこいないから。あ、そっか、職場暗いもんね。
れなんかいいよね。マネキンさんのスタイルがいいからかな。いつもいろいろ入ってます。難しいから、ね、難しいからもう大体そうワントーンとかベージュのワンピースとか。うん、自由行ってきたよ。いやしかも雨。結構シンプルなイベントだったね。いやすごいねミッドタウンって。最初は1時間ぐらいなんかゲスト2人、スタイリストさんとあとメイクアップアーティストさんを呼んで、まあ、なんかコーディネートのアドバイスをしたり、あとなんだっけな、まあ、トレンドの色とかトレンドのスタイルとか紹介しつつもなんか質疑応答でなんかこういう色取り入れたらいいかもとかそういうアドバイスをしてたんだよね。でそれで最後はまあ展示会の中を見て回ってで写真撮っておしまいで、今夜ご飯を食べようと思います。食べて帰る。疲れた。明日仕事だ。はい、イベントとても楽しかったです。まあ、ちょっとねわがままを言うと少し改善点があるんですけど、まあ、それは後ほど GU さんにねメール送ろうかなと思ってます。で実はねこのシークレットイベント、参加した人にはプレゼントがついてくるんですよ。でお供の人、まあ友達を一人誘っていいよっていうことだったんですけど、私友達を連れてったんですよ。でその友達の分のプレゼントも用意してくれたんです。今それをお見せしますね。もらったプレゼントなんですけど、一つ目がじゃじゃん、そうです、ファッションマスクです。うわーい。以前ね GU さんのハッシュタグフォーミーのなんかマスクかな、ビューティーマスクだ、ビューティーマスク買ったんですよ。でワンサイズって書いてあってサイズ一つしかないと思うんですけど、それのまあ、M しかなかったから、まあ、その M を買ったんですけどね。これがそれなんですよ。でこれめちゃくちゃ小さいんですよ。これこんななんかぴったりじゃねとかなんか思うかもしれないけど、でもこれねきつくてここ本当届かないんですよ耳が。で無理やりやると痛いのね。で口開けると鼻が出ちゃう。ちょっと惜しい、すごく惜しい。このファッションマスクもねワンサイズって書いてあるからって思ったんですけど、サイズ調整可能なんです。アジャスターがついてるんですよね。ワンサイズでもここが調整できるからここが痛くならないかなって思いますね。はい、アジャスターこんな感じだね。ゴムっぽいよね。あ、インナーサイドってこのシルキーな感じすごくいいよね。あ、ちょっと大きいかな。あ、大きい大きい。あ、いけるいける。あ、口開けても、あ、全然大丈夫。しかも可愛いピンク。男性の参加者もいたんだけど男性もこの色だったのかな。女子だからって必ずこの色が好きとは限らないよ。2つ目、こちらです。じゃーん。なんか今日そのイベントでゲストが2人来て、でそのうちの1人がファッションスタイリストさんですごい有名な人らしいんですけど、なんかクラッシーとかでねスタイリストさんやってる人で、クラッシー読まないんですけどとにかくなんかトレーナーが今なんかトレンドらしいです。私の中ではトレーナーはもうずっとトレンドなんですけど、くすみ色が来るって言って春夏コレクションの展示会だったので、春っていうと大体くすみ、まあ夏もそうだけどくすみがなんか結構人気があるんでね、あらかじめ L サイズって言ったんですけど結構大きいかも。1990円ですよ。こういう色大好き、似合うかしら。はい、自由さんありがとうございます。展示会の様子ももらったプレゼントの
お話もしましたが、実はもう一つあるんです。実はね、 GU さんから荷物が届いたんですよ。こちらがそのボックスです。なんかね、すごく軽いんです。私何も注文してないんだけど、なんだっけって思って。マイレージプログラム商品モニター当選商品です。当選したんです。朝これが届いて、イベントも行って、本当に至れり尽くせりな一日になりました。まあ、最後にこの中のものを一緒に見て、このビデオを締めます。しかね、応募した時、分かってたような気がするんですけど、ちょっと覚えてないな。はい、GU マイレージプログラム商品モニター当選おめでとうございます。ありがとうございます。ゴールドステージ、プラチナステージの方には日頃のご愛顧に感謝して、今後も特別体験の応募のお知らせもお届けいたします。はい、ありがとうございます。当選嬉しいです。なんか結構大きくない？これ。ほら、シャツだ。ハンドカラーシャツってやつだ。でかっ。でかくね？こんな感じで。見えるかな？ハンドカラーシャツ、1990円、UB カットです。着てみようか。なんか、ジャケットみたいに。羽織ってもいいかもしれないね。あ、ちょうどいいや。袖もね、袖も結構いい感じですよ。全然いいね。1枚でもいいし、上着みたいに着てもいいし、最高だわ。自由さんもいろいろありがとうございます。もらったトレーナー、マスク、そして当選したこのシャツも大事に大事に使わせていただきます。今日は GU さんのおかげでとっても素敵な誕生日を過ごせました。 GU さんありがとうございます。で、多分なんですけど、次のビデオはまた定番のチャンネル登録者とか、まあ、獲得できたものなんですけど、福袋ですね。多分次のビデオは福袋になります。本日のビデオはこれにて終了とさせていただきます。いいねって思ったかどうかもわからないし、高評価をつけていいものだろうかもわからないかもしれないけど、高評価お願いします。で、まあ今後もこの人のビデオ見てもいいかな。まあなんかちょっと更新してないけど、でもまあちょっと気になるから今後も見てみようかなって思ったら、チャンネル登録をお願いします。ではまた次の機会、それまではさようなら、バイバーイ。